親との関係が、まあ、そろそろ出てくるのかなというふうに思ってまして <laughs>、はい、ま進路大学自分が行くって言った時に、まあ、チャレンジングな海外行きたいとかもしくはま地方から東京に出たいっていう時に、まあ、すごく反対されちゃったりとかする人がいると思うんですけどもその時に、まあ、お互い親も自分も納得して進路を決めていくために、まあ、どんなことを大事にしたいのか、まあ、コミュニケーションとか行動とか是非教えてもらえたら嬉しいなというふうに思います。 そうですね僕は父がずっとこう野球を経験していた人で母はあのずっと保育園みたいな感じでいわばその業界しか知らないっていうようなタイプなので僕が大学行って野球やってトレーナーやるとか海外行くとかって言った時もう知らない世界だからもう最初はその留学っていうの何で行くのみたいなところだったりとかをめちゃくちゃこう。 問われたし、料金どれぐらいかかるんだ。とか、どうやったらまあ、今生活できるんだとかっていうのを自分で親に伝えないといけなかった。だから先生に聞いたんですけど、先生もわからんと。それはもう自分で調べてやるしかないな。っていうところからのスタートだったので、あのアメリカ行く時の。まあここに行くんだろうなっていうところだったりとか滞在費だったりとか、あのどれぐらいで自分の能力が追いついてくるのかとか。 その後の進路とかっていうのはインターネットを使って調べたりとかっていうことをやっていました。で、これがなくなって、えー、進路が学校のうからここだよっていうう,にこう言われたときに、僕としては、それでもよかった、親にもこういうふうに言われたんだけど、まあ、こういうふうに考えてみて、こっちもいいと思うっていうのを出してみて、結局、親がすごいこう、自分に言ってきたのは、なんで行くのかと、400万ぐらい、500万ぐらいかかる、それでもお前が行く理由はなんだと。 400万、500万ぐらいあったら、もうちょっといい生活できるのが、このうちの5人家族の状態である。そういうのを投資するわけで、それを投資して、お前はそれでもやりたいことってなんだっていうのをこう問われた。だから、志望流賞を作っていくときに、大学の中身とかっていうのをあの報告しまくった。こういうことができるらしいよとか、まだ決まってないけど、こういう感じらしいっていうのを、親にも教えないといけない。アメリカ行ったらこういう状態らしいとか。 大阪の大学行ったらこういう状態らしいとかこういうことできるらしいよっていうのを親にも教育しないといけないっていうのが後から分かったでその上であこういうこともこういうこともこういうこともできるっていうことはあの自分がこういう志望理由でいくんだけれどもなんかあってそうじゃないっていうのを親と一緒に作れるんだったら親と一緒に作った方がいいなって と思っていてい親に死亡留所ちょっと読んでみてとかあのもう分からんけんちょっとなんかアドバイスちょうだいみたいなやつを親にも死亡留所作りに一緒になってもらったでその時に唯一アドバイスをもらったのは教員免許は取っとけっていうところはあってこういう資格は取っとけすごい冒険的なことをするんだろうと思うでもその時に安定する仕事を こ,こだけでも決めっっててててほしいっていいう,うには言われていて、まあ、教員は多分取ると思うよとか言ってあじゃあ大丈夫だっていう形でこう一つこう親,親にとってその大学行く時に子供に持っていてもらいたいものとか学んでほしいものって何 <laughs> って聞いたら公務員って言われたからああ分かった分かったそれは取るよとかって言いつつその 求められる背景だったりとか、親が500万を投資してくれる、プラス求めるものって何っていうのを聞けるチャンスはここしかないから、もう大学以降、就職活動とかになってくると、あんまりそういう話もできないし、多分人生の中で、この18で大学に行くという、まあ、そこから飛び出していけば、ほぼほぼ自分の進路について意思決定者として。 関わってくるのはほぼここが最後最後ぐらいはどういうふうにこう生きてもらいたいかとかどういうふうに過ごしてもらいたいかっていうのを聞くだけで親はすごいこう喜ぶというか喜んで話してくれるしめっちゃ恥ずかしいんだけどまあ最後だと思っていいと思う最後だと思って聞いてみるっていうことで親との関係を構築していく、まあ、最後のチャンスこれをこう高校進路っていうところはつかめていけるのかなっていうふうに思います。